堺雅人主演ドラマ VIVANT-TBSK が9月17日に最終回を迎えた。VIVANT 以外にも話題作が多かった夏ドラマも終わり、秋ドラマのキャストや詳細が続々発表になっている。そこで今回は10から30代女性100人に楽しみな秋ドラマについて聞いてみた。第3位は、一番好きな花、フジテレビ系。一番好きな花は、多部未華子、今田美桜、菅野楓玉、松下洸平がクアトロ主演を務める新しいスタイルのドラマで、4人の男女の恋愛、友情を描くストーリー。2020年放送の大ヒットドラマ、サイレント、同局系の村瀬健プロデューサー、脚本家の生方美久氏の再タッグも話題になっている。サイレント、チームだし、出演者も楽しみ、19歳、女性、学生、フリーター、サイレントが良かったから楽しみ、26歳、女性、営業、販売、オリジナルストーリーなので、ネタバレしないで見られるのが楽しみ、39歳、女性、主婦、多部未華子さんも松下洸平さんも好きだから、37歳、女性、松下洸平が出てる。タイトルからドロドロしさがなさそうなドラマだから、25歳、女性、主婦。それぞれいいドラマに出ている人たちだから、39歳、女性、主婦。第2位は広瀬アリス、マイセカンド青春。第2位は、マイセカンド青春、TBSK。広瀬アリスが主演、マイセカンド青春は、広瀬演じる30歳で大学生になる、どん底 OL と、彼女の運命を左右する、なにわ男子の道江俊優演じるミステリアスな大学生らが繰り広げる、セカンド青春、ラブコメディー。恋や夢など、第二の人生をスタートする30歳女性の奮闘は、同世代の女性視聴者のハートをつかみそうだ。キュンキュンしそうな内容に期待している、25歳、女性。ラブコメだし面白そう、37歳、女性、パートアルバイト。広瀬アリスが可愛いから自然体な演技が楽しみ。36歳、女性、総務、人事、事務。主人公二人とも好きなので注目している。30歳、女性、公務員。道江くんの演技が楽しみ。28歳、女性、主婦。ストーリーが気になる。29歳、女性、総務、人事、事務。第1位は松岡昌宏、火星夫の三田園。第1位は火星夫の三田園。シリーズ6、テレビ朝日系。火星夫の三田園、TOKIO の松岡昌宏主演の人気シリーズ第6弾は、松岡のほか、よきみこへい、せい、ジャンプ、伊能慶らおなじみのメンバーに加え、桜田ひよりが新キャストとして参加する。派遣された家庭の闇を暴く爽快感はもちろん、劇中で披露される家事の裏技もファンには毎回好評だ。新キャストの家政婦がどのような役回りなのかが気になる。新キャストがどのような個性を出してくるのかが、このドラマの三田園さんの面白さの鍵を握っていると思う。24歳、女性、学生、フリーター。毎回見ているが、キャラの行動が面白い。31歳、女性、パートアルバイト。時事ネタを盛り込んでいるところが良いので、今回もあると嬉しい。33歳、女性、営業、販売。家事の参考になるし、面白い。35歳、女性、財務経理。人間の本性を見られるから面白い。28歳、女性、コンピュータ関連技術職。淡々と問題を解決していく三田園さんが面白い。39歳、女性、主婦。毎回展開が楽しい。ちょっとした知識が勉強になる。30歳、女性、営業、販売、画像、女子が楽しみな秋ドラマ。第1位の人気シリーズは、